はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。今日ですね、アイアンラングという、潜水艦のホラーゲームをやっていきたいと思います。なんでも、ある数十年前に、生存可能な惑星が全てなぜか消失して、で、主人公たちが乗ってた宇宙船だけになったんだけど、宇宙ステーションか。だけになったんだけど、その宇宙ステーションももう資源も枯渇し始めて、なんかよくわかんねえけど、正体不明のね、血の海がある、赤い海のある、ブラッドムーンがあって、で、それの奥底に、海の奥底には有機資源があるかもしれないみたいな話で、行ってくれよって言われて、私はこの狭い潜水艦、寄せ集めで作られた潜水艦に閉じ込められて、調査してこいよという話らしいです。Approaching maximum depth. The hull's feeling it, but it's still holding strong.We're starting to lose radio signal. You'll be at cruise depth soon, so resting and be careful. You're on your own. Good. 動かせる？よし。とりあえずタブでマップが開く。どこにいるかもわからんけどな。座標は、X18203、 X18203、 18203、 この辺にいるってこと？ピンは打てない？あ、 B でピン打てるじゃん。 B ボタン。待って、もう一回タブ開いて、やっちゃった。なんかもう浸水してるんですけど、ある程度写真、なんだこれ、こんだけしかないの。なんかあるけど、手紙があるけどわかんない。座るとこぐらい欲しかったな。じゃ、とりあえずこれ沈んだ方がいいのかな。あ、なるほどね。なんか前進、なんか壁に近づくとアラームが鳴るそうなんで、ちょっと適当に進んでみよう。壁だ、内側壁だよってなってるのかな。とりあえず、今が、この辺に多分いると思うんだよね。Y 軸が123の、67、123の67、123の67、この辺だろうな。とりあえず、全身交代しかできないみたいだからね。X170、X150、150結構スピード、X150 ここだもん。これまずいぞ。押して、Y？ X？X が、
17、あ、この辺にいる。この辺だな。もうちょいじゃあ。押して。200Y200 まで行けばいいのか。レックスがちょいちょいこう行っちゃってるか。この辺にいるかもしれないな。怖いな。もうボタンがこれだけだからありがたいな。バカでもできる仕事だぜ。早く帰ろ。早く。やることやってすぐ帰ればいいんだからな。今200来てないね。もう今 90?200。大丈夫大丈夫。はいはい。死んでる音だからね。誰かが外でこっちに叩きかけてるとか、そういう、ノックしてるとかそういうのじゃないからね。Y 軸が、まあ、大体。この辺でなんか撮ってみるか、写真でも。だからもう映らないよね。これで、何かいるのかな。O2 レベルはまあとりあえず200まで来たから、次は300。Y が180、6の X が、A がなんだ？よくわかんねえな。A の値なんてあるのか？これで進めばいいね。86だからこれとちょっとぶつかっちゃうかも。ちょっと、まあ、Y が200になった。お、この辺にいるのか。200の210だから、200の210、この辺にいるな。この辺に多分ぶつかりそうだよってなってんだな。200X200、 そうだね、多分この辺にいるね。大丈夫大丈夫、まっすぐ進めばいい。200、300、22だから300g でちょいね。
寒いな、むせるな。なんもないぞ。320の186の A33 ってのがそうなのかな。33の話じゃん。なんだこれは。なんか海中のまあなんかサンゴとか、まあ、そういう系のやつなのかな、まあ、特にそれといってもなんかびっくりするものでもないな。他にないかない。こういうものがありますよと。反対側。まあ、こういう感じでね、深海調査していくと。いろいろあるね。まあ、パッと見普通の海底だよね。特になんかびっくりするほどの深淵な感じはしないね。普通だね。なんか普通だね。普通の海底だね。じゃあちょっと、チェック OK ということでね。ちょっと真上に行って。次の場所がね、X378-263 ね。X378-263。200ちょいぐらいだから、少し斜めに。205ぐらいだから多分この辺にいるから斜め取って進めばいいかな。263。78。63。もうちょいこっちか。Y が260だから63だから高さよりもどっちかっていうとこっちか。横にちょっと進めて。
Y 軸を63に合わせればいいのかな。 X の位置は OK、 Y 軸63に合わせるから、で、角度は50だって。鋭角が50。よし。何が映るかな。あ、まあさっきと変わんないじゃんね。何かしらのこう、有機、海底にある有機生命体というか。特に周りはなんかちょくちょくモヤモヤみたいなねやつが見えますけど、まあ特にこれだけか。調査完了です。じゃあこの角度で行くのかな。今ここにちょうどいるから、そのまま、そうだね。300。これで進んでみるか。3X が今、Y 軸が、X 軸がマイナスになってて Y 軸がプラスされていけばいいかな。 X 軸がマイナスで Y 軸がプラスになって、あ、よしよし、あ、もういないよと。今声のようなものが聞こえたんだけど、気のせいかな。右から声が聞こえたんだけど、気のせいかな。ウォーウォーウォーって、まあ、水中はね、何が起きるか分かんないし。X259 の400。259。366の307。366の360、 X336 か、 X336 辺かな。36の Y が307、あー、この辺か。ちょっとぶつかりそうだね。321の314、この辺にいるかな。前から反応があるのか分かるけど、後ろから反応があるのか分かんない。なんだ？なんかいるのか？壁のはずだ。後ろから反応があるのはおかしいぞ。何かいるか？ケーキの誤作動だろう。なんせ寄せ集めの船だからな。
宇宙船の寄せ集めで作った船らしいから、何かがねこういるとかするんじゃなくて、多分単純にケーキの誤作動だろう。おかしいな。314と324と324。ちょっとなんだよ、びっくりするじゃないか。酸素ゲージがないってよ。308、この辺にいるかな。 X308、 来たかな。なんか変な音するな。200 Y が400。前からなんか変な音するんだよな。あー、なんかワシャワシャしたものがいっぱいあるんだね。なるほど、それで角とかなってるの。406。空洞のなんだろうね、こう水中で音が鳴るってね。空洞ん、水中で音が鳴るのは確か動物の鳴き声以外にはないって聞いたことあるけど、まあ気のせいだろう。406の前から来る音がだんだん大きくなってるのは気のせいかな。バーンとかやったらすごいびっくりするからやめてほしいな。そういうホラーはやだな。あ、そう、これきっとね、あれだ、 ASMR とかで、ね、こう耳をねこうホジホジしてもらってる時の音にそっくり。全然怖くない。ちょっと綺麗なお姉さんがね、耳をちょっとね、ASMR 用のこの、マイクを耳をね、ちょっとね、こう、優しく撫でてくれてるんだよ、これ。そういう感じの音がさ、きっとそれ。全然怖くない。あー、すごい、すごい、うん、めちゃくちゃ、今ね、左耳をね、なんか、触ってもらってる。これ女性実況者やったらきっとあれだよ、それっぽいゲームになるよ。それっぽいゲームになっちゃうよ。うん、今日も一日お疲れ様でした、みたいなね。大変だったね、みたいな話とかしてくれるんで。あれ？ Y 字がちょっと上行っちゃってるな。あ、すごい今後ろからやってもらってる。あ、これだね。296？ 音のする方向だな。
最近はね、YouTube でもね、ASMR やってる人いっぱいいるからね。ああ、なるほど。なんかこういうミミズっぽいのがね、動いてるんだね。そういう音だわ。あんまり喋らんとこ、酸素なくなっちゃう。まだ何もなさそうだね。なんかミミズっぽいのがあるっぽいだけで。よし。じゃあチェック OK。こっからこう行ってこっち探しに行くのちょっと難しいな。まあ、セオリー通りだったら上からこう回っていくんだけど、ちょっとここ狭いよね。さっきのここに戻った方がいいかな。300 X が340ぐらいと、Y が300ぐらい目指せばいいか。この辺かな300。300 X が300のところにここにいるはずで、Y が347だから、あ、300の347この辺にいるわ。危ねえな。 ASMR の音がちょっと消えないのがちょっと気になるけど、Y が327。ああ、この辺にいるのかな。309の317。この辺かな。よしよし。あ、ASMR 消えたな。X が330で、 Y が301だから大丈夫。このまま横行って350過ぎて360ぐらいになったら斜め舵で取ればいいかな。あ、もう X350 いくつに来てるから、間違えた、こっちだ、こっちにカーチ通って、Y が300、 X が300、65の Y が308、365の308、この辺かな。
数が 375?307、もう、ここまで来てるってこと?で、Y が 300? あ、いいとこいるのかな?これもしかして。こっちやってもいいかな?あ、抜けてるっぽい。いいぞ。この辺だな。320の今だいたい400ぐらい。ああ、大丈夫。当たらない。322。403の、多分この辺にいるんだろうな、今な。でもうちょい進めば消えるからな。おお、なんだ。ああ、はいはい。ここね。狭いからね。よし、消えた。X が560の Y が277。X560 の Y が、だから、じゃあこっち側にして、音にしてはだいぶ奏でてくれてますね。60の77、もうちょいか。おー、なんだ。恐怖症の人にとっちゃこれ怖いだろうな、この辺な。まあ、海底で、まあ、よく言う潜水艦映画にね、外れなしとかって言われますけど、43、浮きすぎた。何が見えるのかな、楽しみだな。これ使えるのかな、ところで。使える。あんまり意味ないな。パイプから漏れちゃってるな。他にケーキないからな。まあ特に。あとはまあ、このまま斜めに進めばいいかなってかい。あるか、撮ってみるか。なんもねえな。なんなんだあれは。まあ現在調査対象的には特に問題なしですかね。これといって。ここどうやって行くんだ。
613-197。なんか当たったのかな。13の197ね。何が起きるかな。これは何だ。なんかの頭蓋骨ですね。何でしょうこれは。あ、なんかクジラかなんかのね、きっと生き物の死骸でしょう。海にはよくあるんですよ、クジラの死骸は。珍しくも何でもない。じゃあここが難しいところだな。200、だいたいそうだね、270いくつとかかな。ここが250のラインだから、半分だから、これが75か。260いくつかな ?Y が。250のところについてるから、265ぐらいかな。684、この辺ぐらいまで来てるかな。63ぐらいにして、浮上ってどうしたらいいんだろうな。酸素ゲージがもうなくなってきてるからな。750ぐらいまでになったら計画運行になるかな。なんだろう、こっちから濃い声だな。まあ、きっとクジラかなんかがいるんでしょう、血の海にも。51、この辺に来ちゃってるかな。でも進んで大丈夫そう。はい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 。
763のこの辺かな。だいたい264かな。まあこの辺にいるかな。269。ここら辺にいるかな今。770。770。ここか。まあ、どの道ちょっとこの先住んで、狭いんだな、すごいやっぱり。864だから、そっちまで進んじゃう。864ぐらいまで。Y が258か。近いからな。864の258。なんか今右の方から変な音聞こえたけど、気のせいかな。よし、お、いいじゃん。で、209角度。209だ、こっちか。209。ここかな。壁が近いなぁ。あっち！ん？なんでしょうね、これは。もうちょい撮影してみましょう。ん？なんか人工的なものに近いように感じもしますけど、まあ、海の中にはね、人工的なように見えてね、実は自然に作り出したものって結構たくさんあるのでね、まあ、海底遺跡とか言われてるタイプのやつがね、それに近いものがあるので、うん。まあ、なんかの、横、なんかね、四角い、まあ、珍しい四角いね、噴火口とか、たまたま四角い部分だけになってしまったね、ものなんでしょう。じゃあ、またね、265の858。
辺は難しいですね。869? あ、この辺に来ちゃってるな。じゃあパークしよう。この辺かな、いるかな。難しいな。700台まで来れば。近くで、Y が285、285ちょっとここら辺かな。もうちょいこっちで。268だから、まあまあいいでしょう。あとじゃあここを調べて、ここはここ抜けんのかな。多分どうなってるかわかんないけど、まあ一旦はまあこの距離でいいかな。576? ん？ Y が530、335の X が575 の X。 ん？ Y が待てよ。
Y が355、 Y が355、 Y が355、このラインの X が576、ん、ここら辺いなかった、ん、376、 え、355、 576、この辺、俺この辺にいたはずだぞ。なんか潮流に乗ったんだろうな、きっとな。623の522いきましょう。 X が、623、 Y が300、400のこの辺、370、 X が566、この辺、ん、どこどこ、563、X563、 X が563、 563の Y が400、 Y が400、当たるはずがないところからなんか信号が来てるんだけど、気のせいかな。気のせい、623、なんか潮流でね流されてきたものがきっと反応してるだけだから気のせいですよ。下が520の上が623、Y が623、 Y が623だよね。 X が623、 X623、 Y が520、 ちょい、じゃあ上に、 Y じゃない、 X は623だから、Y が520だから、 Y だよね。もうちょい上か、ちょ、壁やりすぎちゃったってことか。で、角度が63、
し。さあ、撮影ポチッとな。何かな。うん、骨だ。またクジラの骨かな。この海にもクジラがいるんだな。まあ、さっきから泣いてるからきっとクジラなんでしょう。脊椎かな。まあ、未知の星の海といってもね、海は海ですから、なんか動物がいてもおかしくないんですよ。さあ、問題はだ、ここからだな。あそこのところから抜けるのかな。だいたい360〜70か。483だが、この辺にいるかな。この辺、この辺って言って時々カーソルが映ってない時があるからね。映ってるかな今回。ちょっと心配になっちゃったな。ちょっと待ってね、カーソル映ってるかな。映っているのかな？設定が違うな。プロパティ、あれ？多分、まあ、多分、映っているでしょ。映ってなかったらなんかね、もにゃもにゃもにゃってしたのがね、多分見えてると思うんで。440ぐらいまで来ましたね。この辺来ましたね。あとちょっと目標はラインは、350ぐらい。あー、オキシジェンが、やべえ、酸素ないじゃん。喋りすぎちゃってるな。この辺に来ちゃったってこと ?370の516 で、そこにあ、そう、ぶつかりそうか。じゃあこっち行くか。364、 Y が、526の、Y が、526の、X が360。この辺かな？まあ、そのまま上に進路を取れば抜けられるはず。500、
270ぐらいまで行ってもぶつからなければそうなはずなんだよな。これは549でチコチコ乗ってる。ダメか。道が分かんなきゃな、進みようがないから。350じゃダメだし、ダメだな。350じゃなくて、360ぐらいだな。ちょっと下がろう。うん。反応がなくなった。ダメか、抜けられないか。ダメだな。559の370ぐらい。こうなってるのかな。559でしょ。60まで来てるもんね。この辺にいるはずなんだよな。ちょっと上行ってみる。ああ、はいはい。前からじゃなくて横から信号があるってことは、抜けられてる証拠だぞ。これは今371の Y が600手前ぐらいまで来てるから、このまま行っちゃえば抜けられると思う。あー、危ない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 。今600、ここら辺に来てる。369のこの辺に来てる。あ、抜けた抜けた。よしよしよし、抜けた抜けた。とりあえずどっちを目指そうか。こっちを目指してみようか。180のだから、650からやっぱ660ぐらいの、Y660の、X が250目指すか。 Y660 の なんかだいぶ明るくなった気がしない？うわ、燃えてる。いて、びっくりした。なんか明るいなと思ったら酸素なくなっちゃうよ。また
I が670ぐらい、 Y が670ぐらい、ちょっと行き過ぎかな、660に行きたいから、なんか明るくなったなと思ったら再発生してた。今300、この辺がなちょっとな、実はなんか出っ張ってそうな感じするんだよな。350いければ、250か、250ぐらいまで近づければまっすぐ進めてるでしょ。この辺かな今。もうちょいじゃん。あ、今ちょうどこの辺来たかな。気のせいか、なんかラジオ無線みたいなのがちょっと聞こえるな。気のせいかな。だいたいそうだね、100、200までのラインまで来て、欲しいかなってくれるか。狭いからね、ここは。Y が640。いいぞいいぞ。576な180。なんか前方からなんか変な音が聞こえてくるんだけど、気のせいかな。別の惑星の、惑星というか別の星のね、海なんで、まあ、宇宙人がいてもおかしくないんでね、この辺はちょっとビビらないでよ、何が映っても。76まで進むし、なんだ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 、揺れてるぞ。軸が悪いな。音がする方をまっすぐ目の前に捉えれば多分576。なんだこれは。まあ、ようわからんけど、
まあ、海中のアノマリー帯みたいなもんやろ。よくあるよくある。Y が600の X が180この辺かな。はい、行って、635の、X が277277635の277 X が277この辺か。あ、まあ潮流に流されたんだろうなきっとな。次はじゃあ325の X が、741に目指しましょうかね。潮流に流されちゃったのかないきなり。一応ねこう、まあ、宇宙ステーションからね撮った映像なので、まあ、実際のね海の中とちょっとね違いがあるかもしれないので、300の700だから、あまあそうだね、そういう風にその辺に反応があるのおかしくないことだから。325の741741。18行き過ぎ18よし、はい、シャッターオン。おお、なんだろうね、あばらみたいなやつですね。あばらによく似た、うん、まあなんか横から生えたね何かみたいですね。あとじゃあここだけか、ちょっと難しそうだな。こっから、Y が、700の X が、450を目指しましょう。こんな感じかな。ちょうど700の高さ700の441この辺ですね。まあ
の斜めをちょっと目指していけばいいでしょう。まっすぐ進んで、おっと、454の697、694、壁かな、目の前にあるのかな。お、あ、クジラかな。クジラもね、大きいと目があれだけでかいからね、あ、ビビる必要はないですよ。音でビビらしてるけどね、音でビビらしてるけど俺はビビってないぞ。全然ビビってない、本当にビビってなくてね、普通にホラーゲームだったらね、あーん？ Y が690いくつで、 X が470、668の、ちょっとうるさいな、500ぐらい、あーそうそう、ちょっとここら辺に来てるね、少し上に舵を取ってずれてれば多分こんなに問題ない。ライン的には、575ぐらいかな、575ぐらいまでいこうか。ああ、酸素もない、なんか片道切符だと思うしね。あ、浸水してきてる。まあ、さっきぶつかったからな。じゃあ Y を今度は、700の Y を上に上げるためにかな。正直なんか主人公もね、囚人らしいので。750ぐらいか。なんか水上がってきてないか？排水弁とかないな。やばいな、これ時間がねえぞ。最後のミッションが遂行できない。ミッションだけは遂行しないと、人類のために、人類というか残されたな、宇宙ステーションの仲間のために。 X が、今759だから、この辺まで来てるな。よしよし、この辺で、よしよし、予定通り予定通り、675まで行く。600今50、この辺だな。よしよし、全然いい。
175ぐらいまで来て、よしよし、でまた ASMR がね前から聞こえてきてるから、で780で、675の、828、座標が X がずれてるな。びっくりした。ああ、怖かった最後。ああ、怖かった。最後そう来るか。任務達成できなかったな。残念。ビビリ顔のあれ豚猫にすればよかったな。いやーこれは怖かったな。いやでも、深海恐怖症じゃないので私ってね。いやいいホラーだったなこれは。ということで、今回の動画はここにて終了したいと思います。いやー、怖かった。ホラーゲームですね。最後までやっちゃったな。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いやー、楽しかった。